どうも、タコスと申します。皆さん、ブリフォンナイトに攻撃が当たらなくて全然倒せない、こう思った経験ありませんか？そんな俺の攻撃が当たりさえすればとスーパーサイヤ人になった悟空を目の前にしたフリーザのように憤慨している方たちのために、今回はね、グリフォンナイト必勝講座をやっていきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。まずこのグリフォンナイトの強み、それはこの高い回避率です。で、特性として地上近接攻撃の命中率を半減させることができます。そして物理攻撃で引っ掛けに威力も2倍です。なので、地上の近接相手にであれば、大体有利を取ることができます。これが、グリフォンナイトの強さの 90% を占めてますね。そしてさらに、このハイスイング、敵一列に攻撃します。これがえげつないですね。序盤の段階だと、敵一体にしか攻撃できないユニットは多いと思うんですけど、なんとグリフォンナイトは、敵一列にね、攻撃できてしまうと。これがものすごく、強いです。まあ、簡単な説明は置いておいて、まあ、目で見た方が強さをね、体感できると思うんで、一旦ね、やっていきたいなと思います。いや、まずは、レックス隊とね、戦っていきたいなと思います。で、これ1対4で、まあ、全然、負けてしまうのではないのかなと思う方いると思うんですけど、まあ、一旦ね、見てもらいたいです。はい、これでロールアックスで、まあ、2回攻撃受けてしまいましたね。右下見てください。相手のね、攻撃のヒット率が、もう、だいたい 30% 以下とかになってしまうんですよ。回避率も高いし、命中率は半減させるおかげで、まあ、ほとんどの攻撃をね、回避できてしまうと。はい、そして、まあ、ほとんど無傷の状態で戦うことができてしまうと。たった一人しかいないのに、これだけ戦えてしまうの、まあ、純粋に強いですよね。まあ、そして、まあ、このルノー隊、レベル差はほとんどない状態ですよね。でも、こんな相手に対しても、あの、フラウであれば戦えてしまうと、まあ、ちょっとね、それを見せたいと思います。はい、これで、まあ、ヒット率がなんと 25% と。この、回避率のおかげで、ほとんどね、有利取れちゃうんですよね。で、ハイスイングで、はい、ほとんど敵を投げ払ってしまうと、しかも相手、ないと、ですけど、ないと守備力高いんですけど、まあ、騎馬特攻がね、フラウは持っているので、まあ、こんな感じにね、有利取れてしまうと。はい、そしてハイスイングで、はい、大ダメージを与えていくと。たった一人で、ナイトにもね、勝ててしまいます。まあ、次はね、ブルーの隊と戦っていこうかなと思います。このグリフォンナイトの弱い点を挙げるとすれば、まあ、物理防御が低いというところがありますね。なので、もしダメージを食らってしまった時に、まあ、ちょっときついかなといったことがあります。なので、そこは味方の回復だったり、代わりでカバーすれば、かなりね、強いかなと思いますね。はい、そしてハイスイングで、はい、3体攻撃していくと。まあ、これが、本当にえぐいですね。とりあえず、敵を複数体ね、全体攻撃できると。これがね、本当に苦しいです。相手にしたとき。次は、魔法特化の部隊と、やっていこうかなと思います。このグリフォンナイト、物理より魔法防御の方が高いんですよね。ハイスイングで2体倒していくと。やっぱこのグリフォンナイトのいいところ、普通の味方だと、敵が前列に誰かいると、前列しか攻撃できないんですけど、グリフォンナイトだったら後列に対してもね、攻撃できると。まあ、そこが本当に強いですね。はい、まあ今までやってきたんですけど、まあ、この4部隊に対して、まあ、たった一人でも戦えてしまうと。まあ、このね、グリフォンナイトの強さ、まあ、分かっていただけたのではないでしょうか。まあ、なので、ここからは、まあ、グリフォンナイトと、まあ、対等にね、やり合える。まあ、そんな相手をね、紹介しようかなと思います。はい、次が弓兵ですね。まあ、これは、グリフォンナイトの対策としてね、まあ、公式も言ってるので、まあ、皆さんね、考えてる方多いのではないのかなと思います。まあ、で、対マンで見た時も、まあ、耐久、相手の攻撃耐久できれば、勝てるといった感じですね。まあ、これと同じ流れで、シールドシューターも、かなりね、相性いいですね。まあ、シールドシューターの方が、さっきのスナイパーよりも、防御力は高くなってるので、相手の攻撃もね、耐えやすいかなといった感じですね。こんな感じでしっかりとガードしてくれるので、ダメージを防ぐこともできると。で、最後に回復もしてもらえると。
まあ、これ本当に対策と言えるかなと思いますね。まあ次はセルビですね。これまずね一旦怠慢してみましょうか。まずはオフェンスカースで相手の攻撃力を半減していくと。そして相手はハイスイングで殴ってくるんですけど、まあ、クイックカースでしっかりと攻撃力下げていくと。はい、見てください。ダメージ1しか食らってないです。なので、まあ、この、チャーマン系の食料がいるだけで、全然ね、味方は戦いやすくなりますね。まあ、怠慢なので負けてしまっているんですけど、まあ、全然舞台に1人いれば、相手のね、グリフォンナイトを止めることができてしまいます。まあ、正直、まあ、このシャーマンさえいれば、グリフォンナイトはね、対策できるかなと思いますね。まあ、そして次が、バージニア。まあ、これは、割と知ってる方、多いんじゃないでしょうか。まあ、まずはね、戦っていきましょう。はい、まず、ハイスイングで殴っていくと、はい、バージニアめっちゃ硬いですね。はい、そして、なんとワンパンで倒せてしまうと。で、左下見た方、気づいた方多いと思うんですけど、命中率100だったじゃないですか。なので、グリフォンナイト特有の回避率も無効化して戦えると。このバージニア、見ていきましょうか。はい、まずこのバーティカルエッジ。これが強いですね。相手が飛行系の場合、必中になります。そして、威力もプラス 50%。なので、本当に飛行メタといった感じですね。でそして、この乙女の鉄槌。敵に攻撃された時に反撃する。まあ、単純に強いですよね。でしかも、中なので、めちゃくちゃ強いです。ワイバーンルーラーですね。まあ、まず戦っていきましょうか。まあ、これは、もう本当に、目には目を、歯には歯をといった感じですね。で、まあ、正直、こんな、ほとんどね、同じクラス相手だと、二つ勝負になってしまうので、あまり対策にはならないな、といった感じですね。まあ、もう本当に辛い場合の時には、ワイバーンルーラーを出すといいんじゃないでしょうか。でも、ワイバーンルーラー相手も勝ててしまうんですね。このヒルダー、割と、後の方に加入したんですけど、クラフの方が強いっていう、一に努力してエリートを越したといった感じでしょうか。まあ、次はシーフですね。まあ、一旦やってみましょうか。で、シーフのいいところとしては、やはり回避率が高いので、この、相手の攻撃も、ほとんどね、避けることができてしまうと。しかも、イベイドで、もう確実ね、避けることができます。で、まあ相手の PP を奪うことができるので、そこも強いですね。まあ、ただ、チーフが前衛にいたところで、問答無用で後衛に殴りかかってくるので、ユニット単位で見ると、シーフはちょっときついかなといった感じですね。はい、次は、ホドリックですね。まあ、これは考えた人も多いかなと思います。まあ、相手の攻撃をほとんど物理防御の高いホドリックで受けてしまえば、まあ、全然ね、戦えるのではないのかな、といった感じです。で、まあ、唯一ちょっと良くないところがあるとすれば、まあ、命中率がね、低いので、ダメージをね、与えることがちょっとね、できません。まあ、そこが辛いので、防衛の舞台で、なんとかダメージを稼いでいきたいかな、といった感じですね。で、その、防衛の舞台として、まあ、この王手がすごくね、相性いいですね。まあ、一旦やってみましょうか。はい、まずハイスイングで、受けていくと。で、ファイヤーボールで、で、しっかりとダメージを与えていくと。で、右下見てもらえた方分かると思うんです。命中率 50% なんですよ、ね。魔法の攻撃。あ、こんな感じ。なんで、これでダメージをね、しっかりと与えることができる。でしかも3発攻撃できるので、グリフォンナイトに対してダメージを与えやすい舞台なのかなと思いますね。で、まあ逆に、こういったホドリック隊のような、まあ前にヘビーナイトいて、後ろに魔法使いがいる状況。まあ、この対策として、まあ、このロザリンでいると、まあ、すごくね、これ戦うことができますね。まあこれ、フリーズスラストで、まず、前衛にね、魔法攻撃でダメージを与えることができる。これが、えげつないですね。はい、そして、まあ、炎上で、いや、これ当たるのか。でも、キュアヒールで、なんと炎上も回復もしていくと。炎上も、無効化にしてね、回復もできると。まあ、これが強いですね。はい、そして、しっかりとね、それもダメージ与えて勝つことができる。まあ、なので、まあ、正直、まあ、このグリフォンナイトは、まあ、編成によっても本当に強くなります。まあ、次はソードマンですね。これは、まあ、ソードマンは必中攻撃なので、グリフォンナイトの回避率上昇と、相手の回避率半減というの
相手の命中率半減か。まあ、それを無効化してくれるので、まあ、すごくね、有利に戦えます。まあ、でも、一つ難点があるとすれば、まあ、ここに、身代わりの兵隊を入れられると、ちょっとね、辛いです。まあ、ちょっとやっていきましょうか。で、まず、ファストストライクでダメージ与えようとするんですけど、身代わりされてしまうと。で、シャープエッジも、カバーされてしまうと。で、グリフォンナイトが、まあ、普通にね、攻撃仕掛けてくるので、まあ、そこがちょっと辛いですね。で、まあ、ソードナイト、ソードマンだっけ、ちょっと正式名称忘れちゃったんですけど。なので、部隊単位で見ると、相手に身代わりしてくる敵がいなければ、全然ありかなといった感じですね。はい、ということで、まあ、グリフォンナイトメタの部隊を作って、戦っていこうかなと思います。はい、まずはオフェンスカースで、相手の攻撃力を半減していくと。はい、そして、まあ、フェザリングで行動速度アップ。クイックカースで攻撃力を下げていくと。はい、そして、まあ、1と4しか食らわない。魔法使いなのにここまで、ダメージ軽減できるのは普通にすごいですよね。はい、そしてフォールスラスウェイといくと。で、カウンターで、ディフレクトが発動する。で、ハイスイングされて、ここに対してもカウンターしていくと。あ、そして必中なので必ず当たると。あ、そしてバーチカルエッジでも、必中で当てていくと。はい、で、ファイヤーボール3連発も当てていくと。まあ、ファイヤーボール、割と命中率高いので、一発くらいは当たるかなといった感じですね。はい、そしてカウンターで倒していくと。はい、まあこんな感じですね。まあ、次が弓部隊ですね。まあ、ホドリックが身代わりをして、弓でね、殴る戦法でやっていこうかなと思います。さあ、まず、ハイスイングを、はい、身代わりしていく。いや、でも片方ダメージ食らっちゃいましたね。これがちょっと辛いかもしれない。で、ハイスイング、前方に攻撃。はい、そして、はい、ダブルショットで攻撃していく。はい、そして、ヘビーカバー。このグランドカウンター、普通に強いですね。そして、ドッキシックボリット。はい、カミカミだ。で、スティング、当たらない。カウンター。やっぱ弓兵、弓と重装兵の相性すごくいいですね。はい、そして最後に回復していくと。まあ、縦一列の攻撃がちょっと辛いかなといった感じですね。まあ、なので、逆に、このシールドシューターを前にちょっと出してやってみましょうか。そしたら縦一列の攻撃、いい感じにカバーできるんじゃないかな。はい、これでヘビーカバーしていく。お、いいね。案外こっちの方がいいかもしれないですね。で、まあ、あと一枠はお好みで、ヒーラーだったり、まあ、シャーマンだったり、いけるともっと安定するんじゃないのかなと思います。あ、いいですね、これ。そうだね、こっちの方が安定かもしれないですね。グリフォンナイト対策、まとめると、バージニア、シャーマン、スナイパー、まあ、ホドリック、まあ、これが、安定すると思います。ということでいかがだったでしょうか？もし他にもグリフォンナイト対策を知っている方がいたら、ぜひコメント欄に書いてください。これからもいろんな解説動画を出していくので、忘れないように通知登録して待っていてもらえると嬉しいです。じゃあねー。